エクストラックは英国の陸上輸送機用トランスミッションの専門製造者である。事業展開はモータースポーツと高性能乗用車にほぼ特化している。日本語表記ではエクストラックとする場合もある。モータースポーツ用車両と高性能乗用車のトランスファーやギアボックスなどトランスミッションシステムを専門に開発、製造するリー法人である。 製造にあたっては、鋳造や切り出しなどの加工をすべて社内で行っており、アクストリム、エクステックと呼ばれる独自の仕上げ技術も保有している。本部は創業地の英国に所在し、米国に現地法人を設置している。自動車スポーツではラリーからシングルシーターまで分野や車両属性に関わらず幅広く手がけており、過去いくつかのフォーミュラーチームへも供給していた。 各ジャンルの特性に促した既製品を揃えており、インディカーシリーズ、英国ツーリングカー選手権、ルマンシリーズ、イムッサプロトタイプチャレンジ、TC2000 アルゼンチン選手権にはワンメイクで供給している。また特注対応やエンジン、または車種製造者との共同開発も行っている。高性能乗用車では、メルセデス AMG、マクラーレン、パガーニに採用されているほか、 ハイブリッド用や小型電気自動車用のトランスミッションも手掛けている。エクストラックで駆動系を構成した、ラリークロス仕様のフォードエスコート1984年、ヒューランドエンジニアリングの技術者であったマイク・エンディーンが、ラリークロス用、フォードエスコートの 4WD トランスファーとギアボックスを製造するため、ウォーキングガムのフィンチャンプステッドで創業した。 その時の社屋は中華料理店裏の貸し倉庫であった。以後ラリーを足がかりにモータースポーツ界での信用を獲得した。1986年、フォーミュラワンチームのウィリアムズやハースで就業した経歴を持つピーター・ディグビーが経営に加わり、会一会での人脈が広がる。1997年、創業者のエンディーンはディグビーへ会社を売却して引退した。2000年、 サッチャムに開設した新工場へ本社を移転する。インディカーシリーズへワンメイクで供給を開始する。2003年インディアナポリスに米国法人を設立する。2011年高性能乗用車のパガーニウアイラに採用される。2015年エイドリアン・ムーアが業務執行役員に就任し、ディグビーは会長となる。ルマンシリーズへワンメイクで供給を開始する。 2018年、元英国フォード会長で、ジャガーランドローバー最高経営責任者のジョー・グリーンウィル CBE が会長に就任した。ありがとうございます。